どうやら朝の体操に恐ろしい2人がいるようです。 What？ どういうこと？はてさて、皆さん大丈夫？いや大丈夫ってどういうことよ。ちょっと待て、前日から絵面だいぶ変わったな。何のんきに参加してきてんだよ。いや全然踊ってねえし、恐竜白もね。何この展開、何のほほんってしてんの、何飯食ってんの。いただきます。え、ツッコミどころ満載すぎて。いただきます。あえて突っ込まない。まあ、とりあえず今日も野菜、木曜日の朝ごはん野菜だらけですよ。意外なことに人々は落ち着きを取り戻していました。取り戻しすぎだろお前。昨夜あんなことがあったのに、なんだか不思議な感じです。おかしいぞこれ。いや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 、タイヤじゃなくて。なんで笑ってんの。プレイヤーだけが置いてけぼりなんだけど、おかしいよねこの空気。どうやらあの恐竜は危険なものではないようです。いやそういう問題じゃなくて。そもそも日本に恐竜を取り締まる法律は今のところありません。じゃあ大丈夫なんだきっと。恐竜の呼び名なんて呼ぶ、しんちゃんなら。なんでこれを選択を俺が選ばなきゃダメなの。フラキオーン、頭ちゃん、突撃レディ23号。しんちゃんならどれもつけそうやね。何がいいんだろうな。つけることによって今後それをそういう呼び方で呼んでいくことになるんで。なんだよ突撃レディ23号って、文字の量が多すぎて覚えられねえし、テンポも悪くなるんでね。頭ちゃんでいいから。頭ちゃんなんとなく子供っぽくていいでしょ。こうして無事恐竜のニックネームが決まったよ。早すぎるテンポが。決まったよなんて言われてもね、なんて言えばいいんだ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんな感じで朝のイベントは終了でしょうか。いやなんかあるね。そういえばさっきあのおじさんが霧島スターの前にいたよ。朝からコンビニの前か。悪の博士、悪い博士。そうだよ、だからこそこの空気おかしいじゃん。悪のって名前だよ。あれ名前なんだ。じゃあ人騒がせな博士。怪し恐竜の餌売ってねえだろ。そんな万能じゃねえぞあそこ。いやねえって。さてどうやら悪の博士はまだ霧島ストアの前にいるようです。いなくていいよ。気になるよね。ならない。もうならない、この展開。行けってことだよね。なるから、はいを見に行けと。あ、なるほど、わかりました。こんな感じで8月3日木曜日スタートですね。あまりにもシュールすぎる。あ、いた。普通に歩いてる。老人じゃん。霧島ストアの前で、悪の博士を大発見。大発見、大げさな。一体ここで何をしているのでしょうか。何をしててもどうでもいいわ、もう。博士は町の人々が恐竜を恐れなくなったことをとても怒っていたのです。そら怒るやろ。普通の感性してるよね。もっと怖がってほしいのだって。そうだよね。なんで怖がってないの。今のままでは餌代の元が取れへん。何の考えもなしに復元したんかい。復元というかタイムなんかあれで呼んできたんだよね。でどこ行くんだよ。そして消えたし急に。博士の後をもちろん追いかけるわな、しんちゃんは。こっそりしっかりついていく。いけとプレイヤーがここから選択肢与えられるんでね。なんかドスンドスン言うとるけど、これはもちろん恐竜でしょ。すんげえ足音。え、いない。あ、でなんか行けるようになってる。前日まで行けなかった場所。工事中の通行止めがなくなっているようですね。そうやね。片方はまだいけないんだけど、恐竜が通って壊したのかな。そうなの。まあ、行けるようになったのであればどうしようかな。博士も気になるけど、まずこっちから行ってみようかな。だいぶエリア広がったよこれ、破壊されたことによって。ほらこんな感じだったんだこっち側。いやいいじゃないですか田舎風景でね。もっともっと満喫したいんだよ、このただの田舎をね。そういうゲームでしょ。恐竜とか悪の博士とかどうでもいいね。なんだこれ、水をせき止めしてる場所、危険って書いてある。ちょっと怖いよね、こういうの。水門が邪魔で、ここから先は行けません。あ、なるほどね。水門を下げることができれば通れるようになるのかな。今のしんちゃんではできないから、大人の人を呼んでくるか、またはたまた別のイベントでってことなのか。こっちもまた繋がってるんだね。だいぶエリア広いよ、そう考えたら。全然まだまだ行けるポイントあるんでね。で、これ、あ、これ逆側じゃないかな。おそらくショートカットになってるはず。ここの鍵を開けることによって、どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。予想してたものと違う。開かないんだ。ショートカットになるかなと思ってたんだけどね、別のとこと。そういうわけではなく、で、こっちは、どこだろう知らない場所を突き進んでいっちゃってるんでね。こっちで合ってんのかな。とりあえず適当に探検しましょう。それだけでも楽しいゲームなんで。なんか、あれ、でっかい施設。あ、あそこでなんか水門を上げてもらったりするんじゃないかな、おそらくね。あ、それどうやって行くんだろう。あの行き方がわかんない。こっち、なんかすんげえなんか山見えるんだけど、本当にこれ日本か？日本っぽくないんだけどね、風景が。うわ、牛乳なんだよ、この椅子。片方に牛って書かれていて、片方に乳って書かれてる。バランス悪い。座ることできんのかな？父と書かれたベンチが置いてある。うん、だよね。で、こっちに関しては牛。いや、でもこっちは調べる選択肢すらないんだけど、どういうこっちゃね。しんちゃん的に父しか入ってこなかったんだね。てか、よく読めたな。いや、だから、そういう感じだから読めたってことですよ。あれ、奥に見えるのは入っていけない。マジでこれどこ？帰り道がわかんないから、このままだととんでもないことになりそうな感じする。あれ、これ一回通ったよね、ここ。ん？元戻ってきたんじゃない？さっきこう行って、ああ、やっぱね、さっき通った場所だ。これはこっち。あ、ここから入れるんだ。何これ？畑のご案内。初めてのパターン。ようこそ黒髪農園へ。来たくて来たわけじゃないんだけど。畑といえばそう、野菜です。しんちゃんが大嫌いなね。野菜は全部で3種類。それぞれ1日1回お水をあげることができますよ。何日かお水をあげて野菜を育て、収穫。いざ収穫。収穫した畑はお水をあげればまた新しい野菜が育ちます。売れて野菜が欲しいときは収穫を遅らせて、さあ、レッツ農園ライフ。結構本格的。別のゲーム始まってないかクレヨンしんちゃんのゲームだよね。まあ、とりあえず水あげましょう。これ何？人参か、これは。おお。人参に水をあげた。で、これはトマト。最後なんだろうな。最後は唐辛子。しんちゃんが嫌いな玉ねぎとかピーマンなかったね。やらないか、あったとしてもね。まあ、これで育つので、またね、こういうのを積み重ねていけば収穫できる日が来て、で、人参とかこういう野菜っていうのは頼み事で結構あったりするんで、やっといた方がいいですよね。株式会社黒髪農園。ここは黒髪よしこお姉さんの家なのかな？そうなの？中入ることはできないけどね。で、こっからなんか上に行けるらしいので、ちょっと行こう。秘密の研究所。おおおお、何これ何これ。ちょっと音が不気味。あ、待て、これ、悪の博士のってことじゃないか？写真あるよね、なんか。なんだこのパソコン。調べることはできないのか。ちょっと謎が多いね。今んとこもう写真しか見ることができず、それが何かのヒントになってるわけでもないしな。あ、いた。おお、なんかちょっと怖い感じ。確認せいや。なんなんだ大げさな。あんな扉開けるのどうなんて言わないでしょ。おかしいぞお前。BGM 効果音が。どうやら扉の鍵を開けたまま行ってしまったみたいです。あんだけ警戒してたくせに。無防備なやっちゃな。もちろんしんちゃんはそれについていくっていうね。あれ？これさっき来た場所じゃん。一足先に行っちゃったよ。で、あれ逆側だと開かなかったんですけど、ね、これショートカットになってるよね。あそことあそこで繋がってるんだよ。これもしかして先に見ちゃったんで、この後感動ないかもしれないね。多分あの、秘密のあそこに行くんじゃないきっと。いやもう来たから感動ないし、わざわざこんなムービー見なくていいよ。見た見た。全部ここ来た来た。絶対そっち行くでしょ。ほら、行った。行ったって。もう勝手に見たんだって、そこ。秘密研究所。全然秘密じゃないけどね。とても怪しい形の建物がありました。怪しいね。博士はここに入っていったに違いない。もう間違いない。100% そうですよ。一回来とるからわかんねえ。写真あったから。だから行くと。やーでも感動ないな。やっぱ最初は博士を追いかけた方が良かったわ。そしたら、お、なんだこれみたいな感じで言えたんだけど。もう来た来た、2度目。研究所の中にいたのは博士だけ。そしてしんのすけはなんとも不思議で妙竹林な博士のダンスを見てしまう。え？それは彼がタイムマシンを操り恐竜を現代に呼ぶ時の大切な踊りなのでした。ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴよられやってこらい。すべては一瞬の出来事である。おい、また増えた。バカみてえな恐竜だけど随分ぎこちないし動きも。今度こそ我が輩の巨大な力の前に人々はひれ伏すはずだ。いや、そうなってほしいんですけどね、逆に。こうして2匹目の恐竜が現代にやってきたのです。これ1日1匹のペースで増えていくんかな。しんちゃん目キラキラしてる。遅えよ気づくの。横いたろ、後ろいたわ。恥ずかしいダンスと恐竜を呼び寄せる一部始終をしんのすけに見られてしまった博士は、自分の秘密が外の世界に知られないようしんのすけを夏休みの世界に永遠に閉じ込めようと考えた。何その展開。私はお前をもう二度とこの町から出さない。お前はここで過ごす夏休みの1週間を永遠に繰り返すのだ。永遠に繰り返すっておじさん、悲しいことでもあったの？泣きたければ泣くがいい。いいセリフ。え、泣きたければ泣くがいいって泣くような環境じゃないんで、何してんねん。どういうこと？なかなか素晴らしい。いや、何がそれで終わんなや。これもしかしてもうループモード入ったってことなのかしら。今んとこ何の変化もないよね。ああ、白来たわ。ほら、白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ？確かにわかんねえ。これで夕方のパートは終了して、いただきます。ラーメンだ。いただきます。夜はね、毎回豪華なんだよね。朝野菜率高えけど。置いていく一日が何の変化もここまではなく、いや、変化という変化あったけど、ごちそうさまでした、ね、よくわかんないんだよね。ごちそうさまでした。終わらないでこのまんまなんか言って。誰か、あ、ひまり初めてのパターンだ。いやー、いい風呂だな。無難な回答やめろ。かわいいね。ないな。何がないな。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。もう毎回それやめて、その空気で。また泣いとるやん、ドラマ見て。毎日の日課やな。今夜よよこちゃんが見ているドラマは「愛の遊覧飛行」。一体どんなドラマなんでしょう。5歳児が見るようなドラマじゃないことは確かだよ。気になるよね。気になるよね。なんでよ。なんで訪ねてくんの、さっきからちょくちょく。奥でヒロシ飲んでるし。あんなことがあったのよく飲めんな、酒なんて。昼間恐竜に踏み潰されないように気をつけるんだぞ。いや、そういう危険性があるんだったらもっとお前ら驚け、怖がれ。で、5歳児歩かすな。何やねんそれ。ちょっと見よったかも。何それ。ボイス付きだから意味深な感じしたんだけどね。特になんもなく、この恐竜との絡みっていうのは特にないんだよね。あ、危ない危ない危ない。あ、もう、あ、踏まれた。え、今本当に踏まれた。大きくてかっこいいぞ。え、踏まれたことについては、踏まれたことに対する止まりかなと思ったんだけど、大きくてかっこいいぞ。あ、なるほどね。ある程度近づくとこういう感じになるんだ。カチャラどっちが強いかな。ミサイじゃないかな多分ね。で、これ夜ですけどこっち行くことも可能よね。通行止めはなくなったけど夜の工事現場は危ないよ。だから行けないよ。近づかないでおきましょう。いやいや、しんちゃんそういうの守る子じゃないんだけどな。ゲームの使用上行けないということですね。そういや今日の一日虫とかもう魚とか何も取ってないんだよね。これ新聞社にも一回も行かなかったし、夜なんで入ることもできないっていうね。なんか夏休み満喫したって感じしてない。そろそろうちに帰らないとな。え、なんでキャップが来たの？ちょっと怖いんですけど強制的に自宅で絵日記を書く。まあいろいろとありましたよ。昆虫とか魚取れなかったですけどね、いろいろとあったんで、まあそれを全部変化球で記していきましょう。これが何だったのかっていうことですよね。二度と町から出さないと言われたけど、ずっと夏休みならそれでいいかもってポジティブやね。ただその意味っていうのが今んとこわかんなくて、おそらく日にちが経って1週間の夏休みが終わる時にわかるんじゃないかな。今日の一日はおそらくわかんないと思うんだよな。まあこんな感じで物語4日目となった8月の3日がいろいろと絵日記に記して終わりかな。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。なんでちょっとトゲあったの今。なんで怒鳴ったの。寝てたじゃん。すごく平和的に。てん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 。今日の一日が終わりました。